土浦日本大学中等教育学校は、茨城県土浦市長松川課長にある私立中等教育学校。日本大学準附属校で、同じ敷地内は土浦日本大学高等学校がある。6年間の中高一貫教育を行っている。またその6年間を3期に分けている。英語教育の重視を標榜しており、教室名の表記や、 職員室での簡単なやりとりはすべて英語である。また、生徒一人につき、ノートパソコン一台を与え、授業での調べ学習やレポート作成に使用している。校舎内あちこちに、欄の差し込み口や無線欄設備がある。また、同じ敷地内にある土浦日本大学高等学校と合同で、日本大学各学部の教授を校内に呼んでの出張講義や、 海外大学への進学説明会などが開かれている。母体である日大への内部進学者は半数程度である。一般受験する生徒は国公立大や南関私立大学から中堅私立大学までと様々で、海外大学への進学者も少数存在する。スポーツ系文化系平成27年度新設土浦日本大学中等教育学校科 2006年11月までは土浦日本大学高等学校か一こと言いたいことをしっかり言って聞くべきことに心を開く言葉は行き交う国境を越えて言葉は培う平和な地球様々に未来夢見て24の春夏秋冬に学べることはじっくり学び日々を楽しむ心のゆとり自分で自分の力を探り 豊かな世界に分け入る勇気。健やかにまたしなやかに。24の春夏秋冬。県内は、もちろん、千葉県からの通学者も多く、都内から通学する生徒もわずかながらいる。その他、直接、自転車や徒歩で通学する生徒も、非常に多く、朝夕、特に朝の通学時間帯は、膨大な数の生徒が、同校周辺の道路を一方向に通学する。 光景が見られる。総合体育館、桜新館、立島林館学園は高校生と共用になっている。土浦駅から同校館には朝夕、日大生専用の関東鉄道のシャトルバスが運行されており、校内にバス停が設置されている。また、通常路線バスもあり、関東鉄道の小松が丘か霞が丘バス停下車となる。 運賃はどちらも片道220円である。ありがとうございます。